スタート。はい、こんにちは。今回はですね、例題完全男性衝突の括弧1ということで、まあ、あの力学的エネルギー保存則を使ってあの例題を解いていこうっていう、まあ、それの、まあ、2回目にあたるあの話ですね。というわけで、あの、まあ、この完全男性衝突っていうやつを、まあ、今回問題として扱うんだけど、まずあのこの単語をあの聞いたことがないっていう人がいると思うので、そういう人のために一応その言葉の紹介をまず一番最初にしておきます。はい、完全男性衝突っていうのはここに書いてある通り、衝突の前後で力学的エネルギーが保存される、すなわち他のエネルギーに変わらないような、衝突です。一般的に2つの物体がこうパーンとぶつかるとですね、あのそのぶつかった時にその物体が変形しちゃったりすることがあるんですが、そうするとその物体の変形にのための仕事にエネルギーが使われてしまったり、あるいはあのそのぶつかった瞬間熱に変わってしまったりというふうに、あの力学的エネルギーが他のエネルギーに変わっちゃったりするんですけれども、そういうことがない、と一応見なせるような衝突ですね。それのことをあの完全男性衝突と、言います。で、まあ、今から扱うのはそういうふうな状況のお話ですよという、まあ、そういうことでね。はい、では早速問題に入っていきたいと思います。問題、はい、質量 M の物体 A が静止していた同じく質量 M の物体 B に、速度 V0 で完全男性衝突したという状況設定で、まあ、絵に描くと、あ、この下の方見えますかね、大丈夫、はい、まあ、あの物体 B っていうのがこう静止していまして、で、あれですね、物体 A っていうのがこうこっち側からちょっと汚いな、速度 V0 で見えるかな、速度 V0 でこうこっち側から A が飛んできて、よいしょ、ここに、バチンと、ぶつかりましたよと、まあ、そういう、まあ、状況設定ですね。大丈夫でしょうか。 A が速度 V0 で飛んできて当たったよと、で、まあ、あのそれが完全男性衝突なので、まあ、あのここに書いてある通り力学的エネルギーは保存しますよっていう設定です。で、その時に、まあ、衝突する時のこの前の速度 V0 は分かっているものとして、で、衝突した後の A の速度を、まあ、VA とします。で、それから衝突後の B の速度を VB としたときに、この VA と VB を求めようというのが、この問題です。いいでしょうか。で、まあ、ただし、ちょっと細かいあの条件を書くと、まず A と B は一つの直線上のみを、運動するものとし、それから回転はしないとします。要するに、本当はあのエネルギー考えるときに物体の回転のエネルギーとかも考えなきゃいけないんだけど、そういうものはあの、まあ、今考えないようにしましょうと。で、また摩擦も無視できるとします。いいでしょうか。まあ、すごい細かい注意でした。というわけで、今のこの状況で衝突後の、A と B の速度を求めましょうというお話です。では、いいでしょうか。早速じゃあ回答に入っていきます。早速解きましょう。はい、まず完全男性衝突であるから衝突前後では全体の力学的エネルギーは変わらない。まあ、これはいいですよね。で、それからまた位置エネルギーはここでは、考えなくていいですよというあのことがあります。で、なんでかっていうと、なんで位置エネルギーは考えなくていいかっていうと、簡単に言うとですね、位置エネルギーっていうのは、まあ、前に説明した通り、その物体をその位置に持っていく大変さだと、簡単に言うとね、いうことができます。なんで、そうすると今いろんな、なんだろう、 A と B の配置を考えた時にですね、まあ、どんな配置であってもですよ、その別のある配置から、要するに基準となる配置からその今の配置にこう持ってくるのに必要な仕事はどんだけかっていうと、仕事全くいらないですよ。なんでかっていうと、今摩擦がないので、弾をこうちょっとちょんとつついてやったらそのままスーッと、移動していくので、事実上もう本当にちょっとつつくだけだから全く仕事がいらないと
で移動するのに、その位置に持っていくのに仕事がいらないってことは、要するにあの位置エネルギーはゼロだということです。大丈夫でしょうか。なので、まあ、要するにどういう配置にあっても位置エネルギーはゼロだから、ずっと位置エネルギー変わらないんだから、じゃあ考えなくていいだろうと、まあそういう、簡単に言うとそういうことで、位置エネルギーはこの場合は考えなくて良いです。いいでしょうか。まあ、ただしあの厳密に言うと、あの衝突してる間のことを考えると、衝突してる間だけはあのこう力を及ぼし合っていて、仕事も生じているので、そこで位置エネルギーどうなってんのっていうのがあの気になる人もいると思うので、そういう人のためにちょっとあの PDF をあの作りましたので、またあの詳しくは画面下の資料っていうのをクリックしていただけると、あのまあ、詳しい話が出てくると思います。まあ、ひょっとしたら僕がちょっと載せるのが遅れてて出てこないかもしれないけれども、ちょっと待っていただければ出てくるので、はい、資料をクリックしてねということで、まあ、あの力学的エネルギーといっても、今回は位置エネルギーは考えなくていいですよということで、では早速あのそれをもとに力学的エネルギー保存の、式を立てましょう。でまあ、今回もいきなり書いちゃいますよ。あのいいですか。まず衝突する前の方 の, あの力学的エネルギー考えましょう。衝突する前のまず A の運動エネルギーっていうと、運動エネルギーの式2分の 1mv2 乗ですね。でなんで2分の 1m なんですが、衝突前の A の、速度っていうのはここに与えられている通り、V0 ですね。速度 V0 で衝突したんだから、こうですね、 A の運動エネルギーは2分の 1mv0 2乗で、足すことのもう一つ B の運動エネルギーがあるんだけど、それは0ですね。なんでかっていうと、最初は静止してたから、 B は静止してたから、運動エネルギーは0。大丈夫でしょうか。まあ、なんで、まあ、わざわざもう書かないことにしますが、これが、まあ、あの衝突前の衝突前の、A と B の力学的エネルギーの合計です。大丈夫でしょうか。位置エネルギーはないから。で、次にあのこれが保存するわけだから、衝突後のものに等しいですよと。でこれ衝突後の運動エネルギー考えましょう。まず A の運動エネルギーはこれもまた2分の1質量 m で、で衝突後の A の速度 va ですよね。なので2分の 1mva2 乗、まあこれは問題文に与えられている通り で同様に B の運動エネルギー2分の 1mvb の2乗と、はい、ことになります。これが衝突後の、全体の力学的エネルギーですよというわけで、まあ、あの力学的エネルギーが保存するから、こういう式があの立ちますよというわけです。いいでしょうか。でこれをまず丸1式いうふうにします。で、ここで問題なのはですね、ここに書いてある通り、これだけでは解けないっていうことなんですね。前回の問題では、エネルギー保存の式だけ立てて、そこからバーって解いちゃったんですけど、これ見てやるとですね、まず未知数が何かっていうと、どうしようか、これなんですね。VA と VB、これを今、問題文で求めようと言っているわけですが、でまあ、こっちの方は知ってる前提なんだけれど、未知数が2個これとこれあるので、式1本じゃ解けないですよということに実はなってます。で、じゃあどうするのかということなんですが、ここで登場するのがですね、なんと超久しぶりの運動量保存則です。はい、覚えてますでしょうか。運動量保存則、まず運動量保存則って、その保存する前提は何かっていうのを大事にしないといけないんだけど、覚えてますか。前提条件、前提条件は注目している物体たち、この場合で言うとこの A と B ですね、注目している物体たちが、外から力を受けない、それが運動量保存の前提条件でした。なので、まあ、この場合考えてやると、確かに A と B がこう衝突してるだけなので、こいつらはお互いに力を及ぼし合ってるけれども、その外からは AB 以外の物体からは別に力を受けてないので、
確かに外からの力は受けてない。だから運動量は保存します。いいでしょうか。外からの力を受けないので運動量が保存します。ゆえに、運動量保存の式が成り立ちます。で、それを書くんですが、運動量の定義、大丈夫ですか。運動量の定義は忘れちゃった人は復習してほしいんですが、はい、運動量の定義は質量かける速度です。はい、運動エネルギーの式とちょっとね、ごっちゃに、なっちゃうかもしれないけど、そこは気をつけてくださいね。はい、運動量は質量かける速度なので、まず衝突前の、A と B の運動量を書いてやると、まず A の運動量 MV0 ですよね。 A の速度が V0 だったからいいですか。 MV0 で、足すことの B の方はやはり例によって0ですね。これ最初は静止してたから、なのでまあ書きませんよということで、これがよいしょ、はい、衝突前の、A と B の運動量の合計ですね。でこれが保存するわけだから、衝突後のやつとイコールですよと。衝突後のじゃあ運動量はというと、まず A の運動量 MVA ですね、はい、質量かける速度で足すことの同様に B の運動量 MVB ですよと、はい、こういう式が成り立ちます。これの後ね、はい、というわけでこれが運動量保存の式です。でこれが丸2ということで、こうしてやると、まあ未知数2個だけど式が2本立ってるので、これで、解けますよというわけです。というわけで、まあここからは単なる計算になるんですが、はい、どんどん計算していきましょう。まず、どうとでも解けるんですが、はい、どうやったら効率よく解けるかっていうことを考えるんですが、まずですね、はい、まずこの今書いた丸2番の式より丸2より、これをちょっと両辺に m がかかっているので、この m を約分します。約分というか払います。これね、 m は質量 m は絶対ゼロにはならないので、ゼロにならないからこういうことができるわけですね。 m を払ってやって、でまあちょっとこの va をちょっと左辺に移行してやって、こうします。により v0 マイナス va イコール vb と、はい、これを丸2ダッシュというふうにしておきましょう。で一方、でですね、ここで左辺に出てきた v0-va っていう、これにちょっと注目しておいてほしいんですね。これからやるのはこの丸1式をいじってやって、このいじってやって、その中に左辺の v0-va っていうのを出してこようと。でそいつをこいつをそのまま代入してやろうっていう策略でいきます。なので、そこに注目していただいて、一応まずさっきと同じように全部に2分の 1m っていうのがこうかかってますね。2分の 1m、 2分の 1m、 2分の 1m なんで、まあ、これも m が絶対0にはならないので、失礼なので、まず払います。で、それからまあちょっとこれもそうか、まあ払ってやって、でこうなります。 V0 の2乗、イコール VA の2乗プラス VB の2乗となりますよね。はい、で、これをまた右辺のやつをですね、都合上全部左辺に移行してやって、よってちょっと都合上こういうふうにしておきます。 VA の2乗マイナス VB の2乗と全部移行してやって、イコール0という形に持っていきます。でそうしてやるとですね、ここを注目してみてください。 V0 二乗マイナス VA 二乗ってなんかこれが出てきそうですよね。もうここまで来たら分かるかもしれませんが、これ和と差の積の公式を使えばこれ出てきますよね。なので早速この部分を変形してやって、はい、よって V0 マイナス VA の V0 プラス VA と
変形してやります。で、同じようにマイナス VB2 乗イコール0とイコール0ということで、こうしてやると、ここにですね、策略通りこの V0-VA が出てきたので、ちょっと式番を書くあれが余裕がなくなりましたが、すいません、ちょっと汚いんですけど、これ丸2ダッシュ式としますね。で、今の丸2ダッシュ式にこの今の1を1ダッシュ、あ、すいません、すいません、式番号の付け方を間違えてましたが、違うわ、あ、すいません、これすいません、これが丸1ダッシュですね、すいません、1を変形したので、はい、失礼しました。これ丸1ダッシュとして、で、今の丸2ダッシュをこの丸1ダッシュに代入するとこうなります。まあ、そのまま置き換えるだけなので、ね、VB かける V0 プラス VA よいしょマイナス VB の2乗イコール Z と、はい、こういう式になりますね。で、さらにこいつを VB が共通因子としてあるので VB でくくります。そうすると、はい、VB の V0 プラス VA マイナス VB です、ね、これがまたイコール0ということで、こいつを丸3式と言えますかね、丸3式と置きましょう。大丈夫ですか。で、ここまで来たわけですが、これちょっと見てみると VB が全体にかかっているので、全体を VB で割り算して消したくなりますよね。なんだけど、これはやっちゃいけないんですね。なんでかっていうと、VB はさっきの M と違ってゼロになるかもしれないから、うん、習ったと思いますが、ゼロでまず割り算はできない。同様にゼロになるかもしれない変数で割り算をしてもいけないわけですね。だからこれで割り算したいけどできないわけですが、なんでこの VB がゼロであるかゼロでないかによって事情が実は変わってきます。なので、ここでは場合分けが必要なんですが、まあ、ちょっと時間が来てしまったので、ここから先はちょっと次回に回して、今回はこの辺に、留めておきます。ではお疲れ様でした。